お呼びでしょうか。ハガードはすでに人を隔離区域に使わした。猟犬を解き放つ時が来たのじゃ。目標シグナル消失、位置を見失った。気をつけて、様子が変よ。まさか異星人、どうしてここに。急げ。トラップだ。なんとか振り切らないと。よく見て。隠れよう。今日はついてないわ。この行動、情報にはなかったわ。エナジーが少ない。最後まで持ってちょうだい。まずいわ。あのモンスター追ってきたの？
警告、サプレッサー、エナスト不足により停止します。まずい、なんとか持ちこたえて。サプレッサーのエナジーが、もう、あと少し、あと少しだけ。目標を捕獲、了解。連行した後に記憶を消去する。心拍数が安定してきたわ。もう大丈夫だろう。身体機能を回復している。間に合ってよかった。あ、動いたわ。光、一体何が。ねえねえ、見える？お兄ちゃん早く来て。気がついたか。サプレッサーは問題ないな。安心しろ、もう大丈夫だ。ここはどこ？サプレッサーのエナジープールを新しいものと取り替えた。丸一日意識が戻らなかったのよ。私てっきり。こいつはシャーリー、俺は兄のジーク、このシェルターの責任者だ。あなたたちが助けてくれたの？うん、シェルターの裏手に倒れてたのを見つけて。それにサプレッサーのバッテリーも切れていた。ここはコードナンバー HT501。 それはそうと、名前は。それが何も覚えてな。私が見つけた時は全身擦り傷だらけだった。迷子それは運が悪かったな。あのメカの墓場に、記憶が戻るまでここにいるといい。ありがとう。とりあえず身なりを整えろ。それではいくらなんでもひどすぎる。シャーリー、こいつをセリーンのところに連れて行ってやれ。わかった、ついてきて。武器はあそこの箱の上よ、忘れないでね。ここ。シャーリーとジークはここで育ったの？私たち小さい頃からずっとここで暮らしてるの。その頃はまだ人も少なくてね。みんなで少しずつシェルターを今の形にしたのよ。これは。私はミア、ダイアン。はこれでも役に立つのよ。お兄ちゃんが遺跡から見つけてきたの。でも言語モジュールにちょっと問題があって、時々会話が変なの。すみません、
ミアは皆さんに正しく伝わるよう努力します。いいのよ早くこちらへ。セリンさんをお待たせしてはいけません。あれはベツレヘム号、50年前からあるんだってお兄ちゃんが言ってた。50年も？大厄災の時、近くをパトロールしていた連邦艦隊がオムニ…あれがセリン山よ。行きましょう。なあ、あんたが裏山で救助されたって子ね。はじめまして。シャーリーと同世代かしら。外の世界で随分苦労したんでしょうね。セリンさん、早くこの人をきれいにしてあげて。はいはい、わかりましたよ。
Thank you.
あら、やっぱり孫にも衣装ね。ありがとう。いいえ、ほら、見た目も小ざっぱりしたことだし、無駄話はやめて、この子にシェルターを案内してあげたら？うん、任せて。セリーンさんに気に入られたみたいね。ここは制御室、シェルターに異常がないか観測するの。おはよう、シャーリー。タールさん、おはよう。お前さんたちが助けたっていうのはこの子か？体の具合はどうだ？おかげさまでなんとか。そうか、今の世の中平穏無事が一番だ。パウルさん、お酒臭い。あった昨日ちょっと飲みすぎてな。でもまだお酒が残ってるんじゃない？データの件は私に任せて。あ、いやいやここはお前さんたちに頼むとするか。そんなら。え、興味あるんだ。いいだろう。シェルターの環境。収集中。鳥になった感想はどう？しっかり捕まってね。緊張しないで。私は記録呼び出し。シャーリーは先日の飛行中川に落ちました。植生データ収集中。断層データ収集中。もう終わった？終わったら戻りましょう。地質データ収集中。データサンプルはこれで十分だろう。上出来だ。戻っておいでよ。他の場所も案内してあげる。おっと、なかなか。とにかく今日は助かった。データ分析の結果、アルコールの長期にわたる多量摂取は人。そうだよ、ミアの言う通り。ああ、わかったよ。じゃあ行こっか。他の場所。サミーさんを紹介してあげる。どうしたんですか？新しい友達を紹介するね。はじめまして。ようこそ。あなたのお話は聞いています。平気平気。お兄ちゃんがサプレッサーのエナジープールを変えてあげたからもう大丈夫。あ、紹介がまだだったね。こちらサミーさん。といっても私より二日お姉さんなだけだけど、このシェルターで一番のシェフなの。いいですよ、何でも好きなものをリクエストしてください。でも修理だけなら私たち二人で十分。ほら、早くついてきて。でもゲートの修理のことお兄ちゃんには内緒よ。うちシャーリー関連はここだよ。これ、それがよくわかんないの。パウルさんは、え？それなら人間を分解して組み立て直しても元通り。どうだろう。
それでどうやって修理するの？エネルギーコンバーターのフィルター故障だ。それだけ？それだけ。パオルさんがそう言い、私はプログラムを調べるから、あなたは替えのフィルターを持ってき、見える？予備のフィルターがあの建物にあるの。フィルターを装置に入れるだけで OK よ。フィルターを装置に入れるだけで OK よ。見える？ちょっと押し込むの手伝ってくれない？なんか引っかかってるみたいで。できた！お茶の子さいさい。あとはちゃんと動くか確認したら終わりね。確認ってどうやって？もちろん自分で試してみるんだよ。でも転送ゲートだから、あなたはこのゲートしか使えない。でもそれって大丈夫なのかな？大丈夫、心配しないで。大丈夫、全部片付けたわ。怪我は？記録中。シェルターで今月発生した事件は。ごめんなさい、私ちょっと虫が苦手で。どうしてあんな奴らをおびき寄せてしまった？転送ゲートの位置情報システムに問題が起きたみたい。ベンジスの浜辺に放り出されて、そこでモンスターたちに襲われて。でも位置情報システムは複雑すぎるから、パウルさんでも直せないかも。ホラン。ほ。うん。そうだね。あの人なら何とかしてくれるはず。ハガードから来たフランツさん。とにかくすごい物知りなの。警告。転送ゲートは故障中。正常にしよ。さすがミア。そうしてもらえると助かる。気をつけて、お兄ちゃんに気づかれないように。会いたい人はシェルターの外にいるの？あの大きな岩見た？ブルークリークの正面にあるあれ。ああ、あれね。あそこは旧連邦時代の遺跡の入り口だってお兄ちゃんが言ってた。アバターシステムで岩に偽装してるんだって。遺跡か。なんかわからない、お兄ちゃんは危ないから近づくなって言ってた。でもきっとすごく貴重なものが隠さ。さあ準備はいい？外は危険だからはぐれないよ。
チャーリーじゃないか。どうした？よくジークが外に。お兄ちゃんは忙しくて手が離せないから仕方なく私がお願いしに来たの。転送ゲートの位置情報システムが故障したの。でもこの辺で修理できる人ってあなたくらいしか思いつかなくて。それならお安い御用だ。帰るついでに直しておこう。まさか今すぐ直してくれないの？え、でもこのデコンストラクターも故障中だから今ちょっと。デコンストラクターってアバターの偽装を解く機械だよね。そうだよ。でもこいつはもう古いから肝心な時にストライキを起こすんだ。これ直すのって大変？ショートしただけなんだが中の部品が焼けてしまってね。修理には時間がか。でもサミーさんが急いでベンジスに行かなくちゃいけないの。ええ、わかったよ。それならこっちは後回しにして転送ゲートを優先。悪さしないでおとなしく待っ。もちろんいい子だもん。この機械、シャーリー、あなただって遺跡に興味あるでしょ？このデコンストラクターを修理すれば中に入って探検。これはベンジス重工製の旧式だからまだちゃんと調べてないけど。じゃあ私はアストラ島のオムニアムタワーに行こう。そこにリトルウィリーっていうあの子とは仲良しだから。でもシェルターから離れると危険で。そうだ、ジェットパックをあげる。急ぐときに便利だし、危ないときにもすぐ逃げられるわ。ジェットパックを使えば険しい地形だってひとっ飛び。試してみてね。ハイエナの縄張りだから注意してね。
ドロイドはこの上にいるの？うん、前にパウルさんと来た時はエレベーターで登ったの。パウルと一緒に？うん、でもそれ以来お兄ちゃんがついていくな。パウルはなぜここへ？タワーには何があるの？もちろんエナジープールにオムニアムを補充するためよ。シェルターのいろんな設備を動かすためにオムニアムが必要なんだけど、だからパウルさんは定期的にここに来てエナジープールの補充をしているの。じゃあタワーの上のドロイドって何してるの？そうよ、このオムニアムタワーの管理人だもん。ここに備蓄されているオムニアムは誰っ、さあその子に会いに行きましょう。お願いしたいことが。シャーリーさんが。デコンストラクターの修理がしたいの。ここに予備の電源があれば貸してもら。お安いご用です。予備電源は差し上げます。先ほどアストラトムの地形データを採集したばかりです。あ、データ同期中。Thank you.
ステーションが何者かに襲撃されました。この問題の解決をお願いしてもよろしい？襲撃？あなたはもちろん戦えるよね。え？うん。じゃあ大丈夫ね。私たちに任せて。え？エコロジカルステーションのこと、まずはジークに伝え。ううん。お兄ちゃんに見直してもらえるいい茶解決できなかったら、情報を持ち帰って。したら影響は深刻です。急いで侵入者を撃退しないと。そもそもさっきから言ってるハガード、まさかハガードのことも。
いっぱいいるの。いやいや、もちろんあなたは別だよ。本当にハガードの人ならフランツさんに頼めば調べ、変幻の認証が完了しました。ほらこれを見て。楽しい冒険の時間の始まり始まりなの。危険を感じる。我に任せていいですよ。お腹が空いてるなら、ね、私が魚を取ってこようか。我に任せていいですよ。対策は万全にね。僕はあなたの眼差しも。何か用？ MSEC2000、エクセキューターの指示に従います。こっちこっち！
テンリルのお耳に触ってみて。なでなで。ご報告いたします。お食事。俺に出撃要請。どうか見守っていてください。もう時間？行動の時はまだ。やるべきことが山積みね。ごめん。私の脚力をバカにしないで。まだ休まなくて平気。聞いてる。は俺がいないと何もできないのか。金は持ってきた。いつまで見てるの。金は持ってきたか。いつまで見てるのよ。スタンバイ完了。やっぱり私。どこに行くの。私出力上昇。え、私準備はできたみたいね。野戦病院。なになに、新しい指令。俺の出番か。私の出番。私の活躍を期待しててください。私が魚を取ってこようか。旅に出るの。私の脚力をバカにしないで。まだ休まなくて平気。
私の出番？さあ、お仕事を。Yeah.